ファイナルカットプロを起動してみますインストールの後に初めて起動する際にセットアップを選択するというウィンドウが表示されますのでここで簡易セットアップと取り込み先ディスクを選択しますここでは DV 編集を行いますので用途は DVNTSC 主な取り込み先ディスクはとりあえずデフォルトを選択しておきますアップグレードユーザーの方なのですでに作業用のボリュームが用意されている場合はここで選択して構いません 無事に起動したら作業を始める前に DV 編集での基本的な環境設定を見てみましょう Final Cut Pro メニューからユーザー環境設定を開きます1枚目に一般というタブが表示されますでは主な項目を見ていきます取り消しの回数は作業のやり直しの回数いわゆる Undo の回数を設定する箇所です Final Cut Pro 4では最大99まで指定できますが 回数が増えるほどメモリも消費しますので環境や必要に応じて設定してくださいとりあえずここでは20に設定します RT オーディオミキシングは同時にリアルタイム再生できるオーディオトラックの数を設定します最大で処理できるトラック数はお使いのマシンの CPU メモリディスクパフォーマンス適用されているオーディオフィルターの種類によって変わってきます この設定よりも多いトラック数が追加されたりトラックコストのかかるフィルターが適用されたりするとレンダリングが必要になりますオーディオ再生の品質はシーケンスの設定と異なるサンプリングレートのオーディオがある場合編集中にどの品質で再生させるかを選択するメニューでレンダリングやミックスダウンテープへの書き出しなどの際には自動的に高品質に設定されますのでオーディオのレートが統一されている場合は 編集中のプレビュー再生のパフォーマンスを優先させる場合は低いで良いでしょうここでは低いにしておきます静止画フリーズフレームの継続時間は静止画を読み込んだりビデオの置フレームを静止画として取り出した際のデフォルトの継続時間の設定です静止画素材の継続時間は編集作業中に変更することができますが読み込んだりフリーズフレームとして取り出した直後にはここで設定した継続時間が初期値として適用されます デュープカットののりしろサイズ及び敷位置はフィルムから照りしねされた素材のフレームに関する設定ですので DV 編集では特に影響ありませんここはデフォルトで構いません自動保存ボールとはバックアップ用のプロジェクトのコピーの自動保存といくつまで上書きせずに残したウッカを設定する項目ですつまり30分おきに自動保存する設定の場合30分おきに新たなプロジェクトのコピーが保存されるため コピー数を40にしている場合は40段階まで遡ってプロジェクトを復元できることになります最大保存数は1つのプロジェクトに対するコピー数で上限に達した場合は一番古いものから削除されていきます最大の項目は自動保存を有効にするプロジェクトの数でこちらも設定数を超えるプロジェクトを作成した場合は古いプロジェクトの分から先に削除されますツールヒントの表示にチェックを入れておくと マウスポインターを置いた場所に機能が割り当てられている場合にツールヒントが表示されますオーディオの取り込みをビデオソースに同期は独立したオーディオデッキからオーディオを取り込む際に使用しますのでデフォルトのままで構いません再生時のコマ落ちを報告は編集中のタイムラインをプレビュー再生させた際にコマ落ちがあったら報告をさせるかどうかを選択する項目です コマ落ち時にテープに編集ビデオにプリントを中止はテープに録画している最中にコマ落ちがあった場合に停止させるかどうかを選択する項目ですコマ落ち時に取り込みを中止は何らかの理由で取り込み中にコマ落ちがあった場合に取り込みを中止するかどうかを設定する項目です取り込みの際テープ上のタイムコードが途切れた箇所に差し掛かった場合の対処方法をタイムコードの途切れでの項目で設定できます 新規クリップを作成は途切れた箇所までと途切れた箇所以降とをそれぞれ別のクリップとして取り込む設定で通常はこの設定にしておくことをお勧めします取り込みを中止はタイムコードの途切れが検出された段階でキャプチャーが中止されそれまでのキャプチャー部分がブラウザに保存されます取り込み後に中止はタイムコードの途切れが検出されても構わずキャプチャーを続けるモードで タイムコードが途切れた箇所をどうしても取り込まなければならない場合にこのモードを使用します自動レンダリングはプロジェクトを開いている際にレンダリングが必要な箇所を自動的にレンダリングさせる機能で編集の合間に別の用事を行っている際などユーザーがレンダリングの操作をしなくてもファイナルカットプロが立ち上がっていれば空き時間に自動的にレンダリングを開始してくれる機能です レンダリング開始時間で設定した分数が経過するとレンダリングを開始します対象シーケンスについては「シーケンスを開くは」はプロジェクト内で開かれているシーケンスすべてに対して自動レンダリングを行う設定で「現在のみ」は一番手前のアクティブなシーケンスのみ「現在以外を開くは」は複数のシーケンスが開かれている場合手前以外のシーケンスに対して自動レンダリングを行うようにする設定です タイイムラインオプションではタイムラインに関する基本的な設定が行えますファイナルカットプロでは1つのシーケンスごとにタイムラインが存在しますがすでに作成されたシーケンスにはここでの設定は反映されません既存のシーケンスのタイムラインオプションの設定は別途シーケンスの設定で個別に行えますですからここでのタイムラインオプションの設定は設定の後に新規に作成するシーケンスから有効になります 開始タイムコードを設定することでタイムライン上の開始タイムコードを任意の値にすることができます民生用の DB 機器ではドロップフレームモードのみプロ向けの DVCAM や DVC プロなどではドロップおよびノンドロップが使用できますので作品やテープフォーマットに合わせて設定しますここではデフォルトのままドロップフレームを使用することにしますデフォルトトラック数はシーケンスを新規作成した際に表示される空のトラック数を設定します オーディオトラックラベルはオーディオトラックの名前の表示を設定する項目で若いトラックから連番にするのか2トラックごとにペアとして扱うのかを決められます続いてシステム設定の中で基本的な項目を見ていきましょうファイナルカットプロメニューからシステム設定を選びます初回起動時に設定した取り込み先ディスクはここで変更することができます 設定したボリュームを何の作業に割り当てるのかをチェックボックスで詳細に設定できますまたボリュームは最大12まで定義することができます設定を変更するには選択ボタンを押して任意のボリュームまたはフォルダを選択してください MacOS 10では RAM の容量が足りなくなるとハードディスクを仮想メモリとして使い始めます しかし、ビデオ編集では、できる限りの処理をラム上で行うことが望ましいため、搭載メモリの中から Final Cut Pro に優先的に割り当てたいラムの容量をここで設定することで、他のアプリケーションを同時に使用している場合などでも、Final Cut Pro の処理は可能な限り仮想メモリを使用しないようにできます。ここでは100%にしておきます。外部エディターでは、Final Cut Pro に読み込んで使用している静止画、動画、 オーディオ、ライブタイプで生成されたムービーファイルのそれぞれをファイナルカットプロ以外のアプリケーションで一時的に編集させたいといった場合にどのアプリケーションを使用するのかというのを設定する場所です例えば静止画については一時的にマクロメディアファイアワークスで編集したいといった場合には設定ボタンを押してマクロメディアファイアワークスのアプリケーションを設定してください同様に ビデオファイルについてはクイックタイムプレイヤーを使いたいといった場合には事前にこの場所で設定ボタンを押してビデオファイルをクイックタイムプレイヤーに割り当てておきます続いてオーディオビデオ設定を見てみましょうファイナルカットプロメニューからオーディオビデオ設定を開いてください概要では、 各設定項目を一覧表示しなおかつポップアップメニューで簡単に設定を変更することができますまたここで選んだ組み合わせを簡易セットアップを作成するボタンで簡易セットアップとして登録することにより簡易セットアップでさらに簡単に変更が行えるようになっています ビデオ編集にはフォーマットやフレームレートなどさまざまな設定項目があり目的別に合わせてここでひな形としてシーケンスのプリセットを作っておくことで簡単に呼び出して編集にすぐに入れるようになっていますインストール直後にも Apple が用意したある程度のプリセットが入っていますがここにはないシーケンスの設定を事前に作っておきたい場合には設定を追加することもできるようになっていますでは DBNTC48kHz のプリセットを選択して複製を押し 32kHz12bit のシーケンスのプリセットを作ってみましょうオーディオレートを32に変更します名前も 32kHz に変えて説明の部分も書き換えてしまいましょう 設定が終わったら OK を押すと今作った DVNTSC12bit32kHz 用のシーケンスのプリセットが追加されました同様に取り込みプリセットでキャプチャーの際のプリセットを追加することができますので DVNTSC48kHz を選択して複製して取り込みプリセットエディターを表示させ 32kHz の取り込み用のプリセットを作ってみましょう 名前を書き換えてレートを32にします。そして OK を押すと今作った設定の DVNTSC32kHz の取り込みプリセットが追加されました。